めったに言わないけど、もう何でも俺の顔気にせんで、何でも聞いたらいいよ。まあね、おそらく聞くほどのね、まだこの消化されてないんだよね。けど、まあでもすごい鋭いよね。その償う、要は苦しみを得ることによって、それは綺麗に透過交換して償ってんじゃなかろうかと。そうあってほしいなっていう願いもちょっと込められてますけど、ね、でも今話したその罪の深さっていうか、うん、無意識にやってる罪の深さを考えたら、そうそう、とってもじゃないけど追いつかないってこと。過去の罪もあるし、これ今現在進行形の罪もあるし、食ったっていうね、うん、そうするとやっぱり何かそういう、うん、ショートカットじゃないけど極めて効率のいいことしないと、うん、もう間に合わない。それはね、本当にね、まあ、感じるものがありますよ。いや、ほら、本当にね、あの二十歳の時に、もうベラ反発したからね、こういう話を聞いた時に。まあ、そもそも創価学会だったからっていうのはあるんだけどさ、その仏教そのものは嫌いじゃなかったんだよ。仏教全般にあってね、何か面白いなって。でおそらくその何にもほとんど勉強してなかったけど、はるか遠くのそのブッダっていう方がね、何か特殊な何かを悟られたんだってことに対してはさ、妙に普通に信じてたね、うん、このいわゆるこう我々凡人どもにわからない何かを悟られた人なんだろうなっていう、だからそういうリスペクトあったわけですよ。なので仏教全般については全然反発なかったんだけど、それを説明してる やからが創価学会だったからいやなんか違うんだよねって俺の持ってる仏教的なイメージと、この七三のなんか青いコントワイシャツのそのなんかずらっと同じ格好してる連中がさ、いや気色悪いって感じ、違う、なんか違うと。もっと仏教ってもっと自由だと思って、もっとなんつうかな、そんなブレザー着なくてもさ、うんうんうん、なんだろう、自由闊達なイメージっていうかな、まあ、もっとなんだろう、もっと言えば、やっぱりあのお釈迦様の時代のああいうあの薄汚れたようなあの今朝衣ね、うんうん、それ修行している姿、ああひたすら道を求め、どうあの道を極めようと修行しているような苦行僧みたいなイメージこそが仏教感じがあったから、うん、それあんたなんか大スクリーンの前でね、学会員がバーッと綺麗に並んでですよ、それで学会が好きとか言うとはいとか言ってわーみんな出てってこんなこと仏教じゃないでしょこれ、いやー嫌だったな、お前らが仏教語るなみたいなくらいのこう反発があって、サイトって知識ないから悔しい悔しいってこういうで、本屋行って一生懸命いろんなさあの学会じゃない系の仏教書調べて、うん、でこう反論してやろうって言ったみたいな、それ1年間ぐらい続けたんだね。いやーで本当に今からまあそれが俺の因縁なんだけど、本当にどっかのお寺で日蓮宗主のお寺でお坊さんご住職があの豊田君ねって淡々と仏教ってこういうもんだよって話したら、もうその場で入ったかもしれないね。あ素晴らしい。まあそれがやっぱ自分の業なんだよ。そのあのいかがわしい創価学会しか聞けなかったっていうね。でもまあよかった。それでもさ、そうは言ったって半年後か1年近く経って、それでもやっぱりさっきのさ、知っても知らなくてもお題目唱えれば功徳があるのと逆もしかりなんだよ。理由が分かろうが分かる前が、うん、反発すると、うん、悪しき現象が起こる。男は小さい方でもそれで飛び散らん、もうリッチもサッチもいかないくらい、そのまたなんか本当に現象がね、ボコボコ起こるんですよ。外に出ればトラック跳ねられるとかバイク乗ればなんかゴミ箱に突っ込むとか、いや本当にそれさっきの話じゃないけど、外出るの怖くなってるね。なんかもうすぐ何か起こるって、でもう部屋に閉じこもっちゃって、で人の車借りりゃ乗った瞬間にガーって傷つけるわいやーあれはね、連打でしたね。連打ででもう本当に反発する元気すらなくなっちゃって、
腹の中で嫌ですよ。もう絶対こんなこんな奴ら、あんな奴らでブレザー着て一緒にそんな何秒ぐらい行って言えるかお前って思ってたけど、その反発心すら出なくなった。こうもう今で言うと鬱だね。ほぼ鬱状態になっちゃって、まあいいや好きに話して気が済んだら帰ってって感じで、お茶も自分で入れて、なんなら俺のも入れてくれっていうような感じで。はい、何でも言って、はいはいはい、豊田君、今のそんな生活いいと思うのとか、いいと思ってるわけないでしょって、なんかやれる方法あるのって、よくなる方法って、ないからこの状態でいるんじゃないですか、みたいな、もうそんな投げ入れの会話をやって、で結局追い、その時こそ追い詰められたんだよね。で、豊田君だってね、我々は、実験してるんだよ、ちゃんと自分たちはと。南無法蓮経を唱えない生活と唱えてる生活を身で体験してるんだと。それで言ってるんだと。唱えてこれだけ変われるんだって。豊田君は実験もしないでそうやって、ただまあ生理的に嫌だ嫌だって言ってるだけじゃないかって。でも豊田君今のままでいいと思うのと。よくはないですよ、必ずよくなりたいですって。なれると思うってしって、じゃあその実践方法は根拠はって言われて、ないからこうなってんだよね、確かにねって。なんだろう、やばい、やばいぞ、これは。将棋で言ったらなんかこう、詰められてる感じなのよ、本当に。ってる。うん。ちょっと待てよ。今までバカにしてた人だからね、この俺のへりくつに勝てなくて。あれ、今日なんか全然違うぞと。大手飛車取り食らったみたいな感覚で。なんだこの品位っていうか、妙手。よくなりたいと思ってる。でも、やり方がわからない。南無法蓮経は絶対に変われるぞと。我々は実験してきている。あんたは実験したことがない、試してもいないのに評価できない。くっそくっそっていう感じかな、ね、結局豊田君ね、試すくらいの勇気すらないからなんだよって。結構こう景色ばって言われた。おとなしい人だったけど、結局勇気がないからだよ。男気だけで生きてる俺に、俺っちに。なるほど。勇気ないって言うなって感じ。なるほど。それで本当に怒ったね。それまではバカにしてるから本気で怒ってないんだよ。かわいそうだな。そうかわいそうみたいな。小バカにしてるから。だからその時本当にやられたと思ったね。なんかやりに行ったら。ズブッって言ってグッって感じ。反論できないじゃないですか。もう絶対の論理だよねこれ。うわ、結局俺これで試さなかったら勇気ないっていう、そういう情けない不甲斐ない男ってことになるじゃないですか。くっそ、なんとか将棋で言うとなんとか抜け道ねえかなってずっとこう考えたけどダメで。でこれでうじうじ逃げてたら本当に俺もう男に伝わる、男が伝わると。そう男気だね。最後はもう信仰心とかじゃなくて、卑怯って言われたくないし、めめしいって言われたくないし、ちくしょう、その男らしさ、ジェンダーなんかも男らしさを、それを証明するだけために、じゃあやってやるよ、あんなもん明日からって感じで言ったら、豊田君ね、じゃあね、実験するんだねってやる。で、3ヶ月って当時その変なルールがあって、3ヶ月間じゃあ試すではいいじゃないって話して、で、ダメならやめればいいじゃんって。やだ、じゃあ3ヶ月だ、ね、じゃあやったろわと。なの代わりね、豊田君ねって。実験ってものは理科でも何でもそうだけど、言われた通りの方程式通りにやんなかったら正確な結果出ないよねと。そりゃそうだと。じゃあもう朝晩の本業絶対サボんないよねって。それやサボるようじゃダメだよって言われて、おらってやるよ、絶対やったろって。その代わり3ヶ月ね、本気で絶対サボらずにやるけど、何にも出なかったらお前俺訴えるからなって言ったんだよね。お前も訴えるし、創価学会も訴えるからな。そのくらいのこう単価切らないとさ、罰悪くて。でも本当にそのくらいの危害はあったね。要するに詐欺ってことになるじゃない。絶対に何かが起こる、変わるって言ってんのに、こっちが言われた通りやって何にももし起こんなかったら詐欺だよつって、で次の日から本当にやったんですよね、でね、その次の日に彼は僕その部屋でやったからね、その
俺の紹介っていうか、まあ、話をしてくれたそのお宅、学生のお宅のご本尊様のところに5分ぐらいで、歩いて5分ぐらいで、はい、そこでガラッと開けてさ、来たよっつったら寝てやん、約束の時間になる。え、本当に来たのバーガー、俺行ったことはやるよ絶対っつって。だけどね、その日の朝ね、それまでその鬱で、まあもうとにかく誰とも会いたくないとかやってたのに、ふっと目覚めたんだよね、あ、約束の時間前だっつって。で、なんかね、なんかウキウキしてんだよちょっとよし、まあ、とにかく俺今日、いや、今日からとりあえず、まあ、なんだろう、何も考えずに言われたとやる、うん、うん、まあいいや。で、でまあそれで、今度蹴飛ばした。お前、約束俺が来てんのになんだっつって蹴飛ばしてあんなにお前喜んでたじゃねえかと。で、わあ、ごめんごめんごめんって布団こうやって丸めてさ、それでまあ、ゴンギを初めてやったわけだよ。でも、時間、当時はね、容赦ないから誤差全部やるんだよね。だからもう、1時間半ぐらい、今の二次生存十三枚安城に行きなんてそんなスピードできないから、二次生存十三枚を1時間半だけどね、なんか感動してたんですよ実は。第一発目の時にもう、あー、俺法華経を今読んでるんだって。その学会のあいつに反発する学会員たちのそのへりくつ国理論派とかとか、ある連中に勝ちたいがために、それなりに本屋でいろんなこと仕入れてきてる中で、一応法華経、僕があのリスペクトしていたお釈迦様っていう方のね、遠い昔のその最高峰は法華経の受領本だっていうとこまではたどり着いてたんですよ、知識としては、うん、でもそれは学会のやってるのとは違うよねっていう、うん、俺は法華経、お釈迦様を信じてるから、当時だから日蓮っていう人も信じてないわけ、いかがわしいと思ってたけど、お釈迦様は尊い、だからお釈迦様の最高峰である法華経もどっかでリスペクトしてるわけだよね。だから 見もしないしやりもしないけど、まあ、きっとすごいんだろうなと。あ、そうだ、途中で何回かはやっぱり経文渡されて権行の真似事したことあるんだ、これが権行ってやつかいみたいな、うん、それでだけどその自分から続けてやろうという意思じゃなかったから、お付き合いでただ会話の時にいた読んだだけで、その時はそんなに感動しなかったんだけど、今度は自分の意思で3ヶ月とはいえ試してみようっていう、まあ素直な気持ちになってるわけだよ、はあ、今3000年昔、まあ、2500年昔のあのブッダの最高と言われてるお経を今俺読んでるんだって言った時、思った時にね、やっぱり感動してたの。尊いんだろうって、何の意味も分かんないけど、すごくねえか、2500年のちだぞと、時間と空間をまあ飛び越えて今ここで二次生存、特に受領本だから自我徳仏体とかやってるわけですよ。あー、あれ忘れらんないわな、あの感動。それであの終わった後さ、飯島君がさ、どう、豊田君どうだったのか、こうなかなかこう涙ぐんでるさ、なんでもねえよ、ツンデレ投げ投げはほんとツンデレしないと罰悪くて、昨日まであんなにクソみそ言ってたのがさ、やっぱ読んでるだけでも罰悪いのに、しかもそのなんか感じないみたいな、感じるわけねえだろそんなみたいな言わないと。でも1日目でそうだったね。だから絶対ゴミもたぶんなかった、その後ワクワクしてんだよ。でその頃はもう学校終わる頃にはさ、もう友達と飲みたくて飲みたくてしょうがなくて、でもう飲み上げても夜中に開放系のあのアパートだったから、で一人で上がり込んで、あの飯島君はバイトとかやってたから、でそのあれ三座の論議を真夜中にやるわけよ。でもなかなかあの二座のね、長いとこから脱出できないのね。あれなんか同じとこもさっきこれもう一回読んだんじゃねえかなって出てこれねえんだよ。でやっぱりながら、それでもうベロベロ酔っ払ってるからさ、こう壁がグワーングワーンってこう回ってんのね。もうとかゲロでさ、それでもやってた。でなんか楽しかったんだよね。でそうこう言ってるうちに1週間ぐらいしたらさ、それまでその権威を試そうと思ってない時期ね、こうなんか悩みの進級も危なかったんだよ。
絵も描けない、もう何もやる気ないんで、進級危ないっていうことで、でも描かなきゃ描かなきゃ、でも描きたくないとかやってる状況だからさ、それで進級できなきゃもう親父が怒って絶対あの里に帰らされるなとか、辞めさせられてとかって考えると、あの胃がキリキリキリって勝手に痛くなるんだよね、うん、なるべく考えないようにしよう、そう変なこと考えないようにしようとしてんだけど、やっぱりそういう不安のことばっかりだから、当時あちょっと不安を思い出すと、あいでててててってなって神経性胃炎って診察受けて、でどうしたらいいんですかって言ったら、まあ胃炎胃腸薬ぐらい飲んで、まああれだな、ストレス溜めないことだよってぐらいしか言わないけど、医者は、いや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 、ストレスっていうかさって、あの考えちゃったら痛くなるわけだから、なんか他に方法ないのかなと思うけども、医学的にはダメだよと。それがだよ、その試しの吻をやってから1週間か10日ぐらいした頃に、あれそういえば最近キリキリしねえじゃねえかってなって、で試しに考えちゃうぞっつってイメージするわけだよ、落第みたいな、落第みたいな、だから不安は取れてないけど、胃には来なくなったんだよね。やって1週間でこれかよって、飯島君がどうよ、なんか最近どうなんていうから、なんもさ、なんもない、なんもない、でもよく毎日頑張ってるじゃないか、いやそれ約束だからでも10日ぐらいの時本当そう思ったね。あとね、そういえば試してから3日ぐらいの時にもうすでにね、人に語ってたよ、そういえば。それでクラスでさ、あのやっぱりちょっと浮いてたやつがいて、精神的にちょいとおかしくて、そういうのまた友達になりやすいのね俺ね今でもそういう人多いけど、俺のこう連絡来る人でも、その人が、後々その人でもノイローゼになっちゃったけどね、統合となんだっけ、失調症になっちゃったけど、その時はまだギリセーフの時で、でも俺さ、あの難病ホルゲ鏡っていうの恥ずかしいわけよ、やっぱり、やっぱりね、日蓮っていうのまだ信じてなかったから、でも俺ね、最近ちょっと法華経読んでるの、法華経って、それはなんか優越感だね、俺法華経読んでんだよ、はあそうですか、もうちょっとこう熱いリアクションそうですね、リアクションするみたいな、ホケキョスかってぐらいな、ホケキョって何って感じですけど、いや知ってたと思うけども、でもリアクション薄いとか、なんかそんなような感じでね、そのちょうど今から振り返ると、やりだす前はこの頭の中とか心の中がこうブリザードが吹きすさむような感じだった。それがそう言われてみりゃ、始め出してから3日4日という間にね、なんつうかそのブリザードは止まり、それからまあ信州だからさ、あの雪解けの時期ってとこあるんだよ、山いっぱい、あ庭いっぱいとか屋根いっぱいに雪が積もってて、でももう縁側、窓を開けて縁側にいても寒くない時期になってくるね、そうするとその当たった日でさ、あの屋根の雪とかがこうボタ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 すごい勢いでこう水が落ちるのね、滴ってくるの、あれがね、北国信州人としてはさ、あやっとこれで春が来るんだっていう、その、こうことほいだ気持ちになるわけよ、そんな感じになってたもんね、なんか小春日和の、あこうやっとこう一息できるようなわーっとした感じは確かに感じたんで、だからもうやめられないのよ今度、あの実験って表向きはね、3ヶ月間実験だからって言ってるけど、いいじゃん、なんかいいよこれ、いいなかなかいいっていうんで、まあいそいそやってるうちに1ヶ月ぐらいしたら、やっぱもういよいよ、まあ俺もそうやって気持ち的にもすごく乗ってるっていうのを向こうも見たんだろうね、伊藤さんもさ、正式にお寺行ってご自戒受けないかと、まあ、お坊さんにねこうやってやってもらって、ご本人はその当時でそのままご本尊受けないかって言いましたって、うんいいよ内心はね、おなんかうちね、まあ通わなくてもいいわけだよね今度はね、でそういう言ってやっぱ 5分ってのはそこそこ面倒くさいから、冬場だったしね、あそこは自分ちの画面だったら、これはまた結構な結構な話じゃないかと、
学会の会合とかああいうのは大嫌いだったけど、拝むっていうことの行為、お経を読むって行為はやっぱ好きだったんだよね、最初から。で最初の頃はね、その後の話になるけど、こうなんかもうちょっとこうなんかこう感じる拝み方ねえかなとか部屋の全部消して、ね、暗くしてろうそくの明かりだけにして拝んだらこれええんちゃうとかいろいろや試して、いろいろ子供っていうかガキなりきに考えてさ、仏教的だなと、この方がとか、わかんねえただやっぱりなんとなくその揺らむろうそくの光の中だけでご本尊拝むっていうのはまたさ、なんか古式ゆかしい感じ で、今でも覚えてんだからいい感じだったんでしょうね。で別にそれだから次の日いいことがあったとか、そんなのはわかんないけどさ、とにかく家の中で拝むことは楽しかったね。で学会でその座談会行こうよって言われるともうテンションだだ下がりすんのよ。なんて空気やなあんなんで1ヶ月後にはご本尊をお受けしたんですよね。でその時もねお寺行って直前までいや最後にやっぱ間が起きたのね。だどこねってさ、そのまた飯島君も悪いんだけど、ご本尊をお受けするにはその3000円のねやっぱりその極陽がいるんだよって、直前になって前の日ぐらいだって言うんだよ初めから言っとるよみたいな。おうちで3000円ですか。まあそのいわゆる極陽として3000円一つ決まってたんで、ね、3000円にいるんだけど、だからそこでまたなんか学会のその変な空気となんかまたリンクしちゃって頭の中で、え供養っていうのはさ志だからいくらでもいいんじゃないのとか、なんなら俺が描いた絵だっていいんじゃないのみたいなすごい満身と3000円どころじゃねえと思って、学生の身分でそのやっぱりへそ曲げちゃうともう全然ダメだ俺コントロール効かなくなっちゃって、その直前になって行ったってことが許せない。ああなるほど、うん、それでもうその前日に暴れまくってさ、あんな納得できない、受けない、明日行かないとか言い出しちゃって、夜中の2時ぐらいまでかかったんだよね。もう飯島君わかんねえ、もうあんたじゃ話わかんないから、で飯島君も慌てちゃって、じゃあもうっつって学会の次上の幹部連れてくるわけよ。でしまいには夜中の1時ぐらいにその支部長さんっていうのが来て、でこれやっぱ人間的に立派だったね。でやっとそのたきり狂ってる心がそのやっぱ人格によってなだめられてって、で2時ぐらいに分かりましたみたいになって明日行きますよ、分かりましたって、まあ、あなたが私は信用できるっていうことでやっと政府で収まって、で次の日それだけ悪態ついてもう暴れたくせにお寺行って、まあ、受けに行ったんですよ。で当時3、4人いたかな、この50回受ける人ね。で後ろにずっと、まあ、学生部だよね、学生部がずっと並んでて、でまあいよいよですよって言われて、まあ、前出て、でその時若いご尊師だったけどさ、でこう見てたらこういうふうに頭に何か筒状のもの、巻物状みたいなものをこう当てていくわけだよね。で自分の番になったらさ、この神戸に当たった瞬間に何かこういう何かがブワーッと引き上がってきて、瞬間にバーッて出てたんだよ、なんだこれと思って電撃がしてみたいな、感動しちゃって、まあ、感動が追いつかない感じ、涙が先に出ちゃってバーッで、なんだこれって思って、で終わった時にみんなおめでとうってやってくるじゃないですか、絶対見せられないだって柱がちょうどあの時本堂のなんか真ん中っていうかさ、脇の方に丸い柱が露出してたんだよね。そこへこうセミのようにはい、はい、大丈夫だ、大丈夫絶対これだけは見せられない大丈夫じゃなかったっけどね全然大丈夫じゃなかったもうそれこそ男らしくない姿しかもかっこ悪くてしょうがない、あんなに悪態ついた、前日が前日だったくにあんなに悪態ついたのにこの感動してどれだけ泣いてるのみたいになっちゃうとさ、それはやっぱりね今でも忘れられない。 あの時にやっぱりその仏会が開いたんだよね、一瞬ね、あこういうことになるんだっていう、だから理由もなく大歓喜するんですよ。でそれがまた
閉じちゃう。新人がまあその時はただもう入試しただけだから、でも見せてくれたと思うんです、仏様がこういうことなんだよって。で、あとは自分の修行でそれが開きっぱなしになることを自分でトレーニングして目指してきなさいっていうことだったと思うんだよね。いや、それがやっぱ味わいたくて味わいたくてってなったね。もううんともすんとも次は起きねえと、あんなあれは何だったんだみたいなね。でやっぱりさらにお題目を唱える、音源を真剣にやる、人にも、あ、結構人に喋ったね、なんかこう感動してたんだよなんかね。だけどあの50回の時のあの大感動とはちょっと違うなっていう、ちょっとテンションち違うよと、はい、まあそれを追いかけ追いかけ追いかけ絵を描き追いかけしてるうちに43年間経っちゃったわけよ。今はまあある意味こう慣れっこになっちゃってるせいもあるんだけど、大体ゴミをしてる時はもうなんかもうこの辺がもう熱いあったかいものがもうね、ご本尊様に包まれるような感じ。病気でやった方がよかった。